2030年ビジョン実現に向けた私たちの実践2021。それは食と脳の感動体験を通じてみんなの未来を幸せにすること。そのために私たちは組合員、生産者、取引先、職員が一緒に目指す6つの挑戦をスタートさせました。2021年度組合員と役職員が一緒に考え行動する2030年ビジョン実現に向けた推進委員会を立ち上げました。推進委員会では食育や暮らしのお役立ちをテーマに10年後の未来予想図を作成し、2030年ビジョンの実現に向けた様々な取り組みを進めています。食育活動の実践ツールとしてキッチンカーを試食イベント車として導入。多様な人が集まる様々な場で試食をしながら食と脳を考えるきっかけの種まきを行うことで、私たちは食を選択する力を未来に届けます。また地域や多様な活動団体と連携しながら、身近な地域に組合員や地域の人々が気軽に体験・交流のできる農園づくりの準備を進めています。体験農園を通して食と脳の大切さを学ぶ場を提供することで、私たちは脳による豊かさを未来に届けます。暮らしのお役立ちの実践として、行政や地域で活動する団体と連携する配送センターを活用した地域の居場所づくりを進めています。組合員や地域の人々がいつでも気軽に利用できる交流の場を作ることで、私たちは多様な人々が幸せになれる地域コミュニティを未来に届けます。災害時を想定した配送センターをはじめとする各施設の活用方法などを検討することで、私たちは地域の安全と安心を未来に届けます。 SDGs が目指す持続可能な社会、私たちもまた2030年に向け組合員と職員が実践に参画する協働型の推進に取り組みます。そして組合員、生産者、取引先、職員の一人一人の意識を向上させ、地域や東都成長に関わる全ての人々の期待に応える魅力ある取り組みを創出します。2030年ビジョン、私たちにできることを考えてみようと題し、ビジョン実現に向けたアクションなどについてオンラインを通じて組合員が共に語り合いました。実践計画の進捗管理と検証を繰り返しながら、環境の変化に応じた見直しや新たな計画の追加などを行い、組合員と生産者、取引先、職員、地域の多様な人々との連携で2030年ビジョンの実現を目指していきます。